はい、竹内です。こんにちは、こんばんは。ということで、ちょっとね、安田記念の反省と、今後の話についてなんですが、音声だけでね、今回聞かせていただきますけど、安田記念ね、見ての通り、はい、クッション値9.5だったんですよ。で、0.1に泣きました。はい、ショックだなぁ。ショックでしたね、普通に。で、このね、予想動画の冒頭に言ってましたもんね。また9.4とか9.5のね、キワキワんとこになるんじゃねえのかなーなんて言ってたら、本当になっちゃって。しかも、キワキワの時は両方買うっていうルールにしましたよね。2ヶ月ぐらい前に。で、それを僕ね、言い忘れたんですよ。言い忘れて、買って、実は撮ってましたっていうのは、動画初見の方に失礼なので、買いませんでした。なので、そんぐらいの副賞しか撮ってません。はい。なので、でもまあ、ちょっとそれは後悔はしていないんですけど、まあ、後悔はしていないっていうとちょっと語弊がありますけど、後悔はしているんですけど、買わなかったことに対してはまあ、後悔していないっていうか、まあ、ちょっと誠意というかね、そういうものを少しでも、まあ、証拠なんかどこにもありませんけど、まあ、自己満の誠意として、納得している部分はあるんですけど、ちょっとね、これについては、ちょっと問題がやっぱりあるなと思ったんですね。なので、今これちょっと宝塚記念で書いてますけど、一応書いただけでね、今週は違いますけど、まだ。この黄色いとこですね、両方買いっていう、副賞のみ除く、キワキワゾーンは丸から丸。まあ、競馬場別でキワキワゾーンって変わってくると思うんですよ。思うんですよっていうか、変わってきますよね。だって中山だったらクッション10以上なんかザラにあるので、じゃ10.0から9.8ぐらいを境目にするとかっていう。東京だったらやっぱり9.3から9.6ぐらいですよね。その辺をキワキワゾーンにするっていう。だ要するに、開催中に増える時もあるし、下がる時もあるだろうしっていうところを考えると、やっぱりね、際の部分は両方買うっていう風にしたいなと。でも、副賞両方買っちゃうのもあれなんで、副賞だけ、キワキワゾーンの場合は、副賞の買い目を減らして、イレブンベッドから3点減らして、だから何点だ ?8 ですね。8ベッドにして、8ベッドを2つ買うっていう形に今週末からしたいと思います。もうこうやって書いとく。もう書いといたら言い忘れないし。はい。もう先週な、もうだから言い忘れてなかったら当たってたっていうのは、やっぱり悔しいですからね。はい。悔しいですし、言われましたもんね。やっぱね。あれ?これキワキワだから両方買うんですよね。取りましたよね。って。いや、そうな、言い忘れたんすよ、みたいな。なんか、そんな風になっちゃったんで。はい。こんな風にね、今週からしていきたいと思います。でですね。はい。ソングライン、またね、うちの TUA 指数、また1でした。はい。なので、回収率が611%って嘘みたいなことになってます。2022年上半期のね、障害除く G1、11戦7勝です。7勝2着1回。っていう風になりました。はい。この話もね、3週前ぐらい、ビクトリアマイル5かなにしましたけど、はい。結局ね、伸び続けてます。はい。ぶっちゃけ。で、必ずこの TUA 指数1位を、じゃあもう、買い目に入れないとダメだよねっていうことで、予想の動画のアップを金曜日じゃなくて、指数が出せる土曜日にアップするっていうふうに、5月の2週目ぐらいからね、切り替えたわけです。そうですね。こんな感じです。はい。こんな感じの成績が出ているんですよ。で、ずっとまあ、一番人気は勝てないね、G1 だって言われてますけど、いや、うちの指数の1位勝ちまくってるし。で、まあ、昨日もツイッターで盛り上がりましたけどね、粗品の呪いよりうちの指数の方が強いっていう。はい。で、この黄色のとこですね。なんで、もう、ソダシまで勝っちゃったんで、もうこれ、もう指数の1位入れなきゃダメだよねって。結局僕も動画で言った、ね、買い目に指数1位がもし金曜日段階で入ってなかったら、土曜日に買うわけですから。で、買ってこんだけ当たっちゃうわけなんで、それは動画見てる人に失礼だよねっていうことで、もちろん、長年やってる会員コンテンツなので、会員様たちの感情は複雑かもしれませんけど、とりあえず G1 のここだけ、どの馬を1位とは言わずに混ぜさせてくれっていうことで、まあ、宣言してやってるわけです。で、黄色ですよね、オークス、はい、スターズオンアース、すぐ1着になりました。イクイノックス2着、ソングライン1着。なんで俺はここ3つ動画の予想外してるんだって話ですけど、はい。素直に買ってたらこうなっているということになりますし、それこそね、G1 じゃなくて、重賞全体にしてもね、指数の1位と2位、どっちかがね、40%、40.3%かって、単回数140%あるんですわ、今年。なので、他の予想でも、1位か、今後の予定ですね、1位もしくは2位、まあ、僕の中であるんですよね、どっちが期待値高いかっていうところが。なんで、1位もしくは2位を入れる。っていうことにしていきたいなっていうふうには思っています。でね、これをね、宣言したのが、要はそのビクトリアマイルの後からでしょ?で、後からなんですけど、その時にね、結構何件かね、メールいただいたんですよね。どれか指数1を言わずに混ぜるっていうのは、それは後から何とでも後付けができるじゃないかと。
ね、勝った馬が1位でしたって言えばいいじゃないですかって言われるんですけど、これね、まずね、2つ、解決策がありまして、まず、うちそこそこ利用者数の多いコンテンツを運営している中の指数の1位なんで、僕が指数1位じゃない馬を指数1位だったって嘘ついたら、何十人から、ツッコミが入ります。で、そこでバレます。で、もう1個ね、この3週見てて、そうやって言う人もいるんですけど、ですね、これ、なぞなぞみたいなもんで、じゃあこのクッション値9.5以上の買い目と9.4以下の買い目を見て、必ずここに指数1位の馬が入ってるって言ったら、わかるんですよ。はい。なぜなら、両方に入ってるのがソングラインだけだから。はい。なので、これが1位なんですよ。それ以外ありえない。はい。2頭入ってたらわかりませんけどね。うん。なんですけど、この場合、絶対ソングラインだって、これ、わかる。なぞなぞです。はい。難しく考えずに簡単に柔軟に考えたらすぐにどれが指数1位か分かっちゃうっていう。で、僕も最初これ気づいてなくて、これを宣言して予想する前にツイッターで書いちゃったんですよね。あれ、これ両方に入ってる馬が1位ってバレるじゃんって書いたんですけど、それでもやっぱり、気がつかない人もいらっしゃいますしね、そうやって。はい、なんですけど、基本的に不正はできないのでっていうことです。はい。そこはもう間違いないですね。で、まあ、そんな感じでね、今週も、まあ、火曜日をめどに、重症対策動画やっていきたいと思います。どっちにしようかなって悩んでますけどね、重症2つありますから。で、あと、また追い切りの動画、はい、あれはもう続けてくれという声が本当に多いので、今回もね、やっぱり、そんなにずれたことは言ってないというか、結局二重丸いっぱいあった馬が勝ってるっていうところですから、はい、角度からの僕のやり方、馬体なんてわからないし、馬のね、体の使い方なんてわからない。首が高いとか低いとか、足の踏み込みが力強いとか、そんなのは正直見てもわかんないですよね。僕はね、筋肉の張りがいいとかね、毛並みがいいとか、全然わかんないです。はい。どの馬もいい馬だと思ってますし、ね、中央競馬で走ってる馬なんて、全部いい馬ですよ。なので僕はわかんないです、違いが。はい。なので、僕なりの目線の角度で、ああいう追い切りの動画を始めてますけど、ダービーから始めて、安田記念もやりました。で、今後も G1 ない時もやっていこうかなと思ってます。はい、すごくリクエストがあったので、ありがたいことにやらせていただこうかなっていうふうにね、思っています。むしろ、これもツイッターで話になりましたけど、むしろなんで竹内さんが昔から、もう10年以上前から言ってるタイプの調教の分類、あれを動画にしてないんだよってね、追い切りの話してこなかったのって言って、あれをやるのが普通じゃないですか、天邪鬼なんですかってすごくね、怒られました。はい。なので、もうやることにいたします。はい。で、週末はまたイレブンベッドという流れでね、今週も行きたいなと思ってるわけなんですが、まあ今回の動画も安田記念の反省というよりは、まあ反省っちゃ反省ですよね。クッション値0.1に泣いた。泣いたし、そこをね、ちゃんとキワキワゾーンということで、このキワキワゾーンっていう名目も大丈夫なのかよっていう話はしてたんですけど、まあ、キワキワゾーンでいきましょう。はい。そのゾーンなのに、そのゾーンの場合は両方買うっていうルールをね、説明し忘れたというところで、僕は的中馬券を捨てたような形になりました。はい。でもこれ結果論なんでね、買ってて両方外れてるかもしれませんから。はい。たまたま今回は当たっていたと、もうズバリだったっていうことになってるだけの話であって、なので、もう後悔はせず、ただ今後はね、ちゃんと、もうさっきの予想画面のいつもの画面のテンプレートに入れておきましょうと。言い忘れない。言い忘れたとしても画面に書いてあったでしょっていうふうに、後から説明ができるようにね、しておくことにいたします。はい。やっぱね、忘れようと言いながらもやっぱショックですよ。はい。だって、ああ、ほら見たことかって思いましたもんね、ゴールした時にね。なんで俺買ってねえんだよっていう。ねえ、で、ツイッターではもちろんうちのコンテンツの利用者様がね、指数1位だからそれみんな買ってますよね。こんな毎週というか、今年の上半期ずっと1位が勝ってんだから。一番人気全部負けてんのにね。勝ってんだからね。だから多分みんな、うちの会員様は多分、わ、竹内さんかわいそうだなって思ったでしょうし、で、説明してないから買ってないって僕宣言しましたけど、多分僕の頑固な性格を皆さん、会員様とかはね、分かってると思うので、あ、本当に買ってねえな、このバカはっていうふうに僕のこと思ってると思うんですね。はい。で、ズバリ本当に買ってないんですよ。で、もうこれは僕的にも悲しいし、だから逆に言えばね、竹内のこの週末の予想に丸乗りしようっていうふうに思ってた方で、先週外れちゃった人がやっぱ一番申し訳なくて。そう、キワキワゾーンなんだから両方買えますっていうふうに一言、ルールをね、昔決めたルールを今回もちゃんと説明していたら、きっちり単勝、複勝、複勝、ワイド、馬連、馬単までは取れてたわけですよ。
少数のね、点数外で。はい。なので、そこ申し訳ないなと思ったので、はい。まあ、これもね、こういうことも糧にしながら、まあ、一つね、今回も勉強になったんで、うん。ちゃんと説明書きを加えると、これで行きましょうっていうことになったので、はい。まあ、今週からの動画もまた、懲りずに見てくださったら嬉しいなと思っております。ということで、まあ、ちょっとした反省会みたいなもんでしたけど、まあ、今回はね、うん。これだけはちゃんと伝えておきたいなと思いますので、ここからまたね、気持ちを入れ替えて頑張っていきます。竹内でした。さよなら。